ビジネスをしていく上で最も大事なことは何かってことに関してね、あなたらどう考えるでしょうか僕自身はどう考えるかっていうと、これ本当に最近分かったんですけども、間違いなく企画力と答えます。このね、本当にお客様が求める売れるコンセプトさえあればですね、成功できるって僕は考えていて、実際問題、ここができていれば、コピーが下手でも、セールスが下手でも、集客が苦手でも、なんとかなるってことが本当に分かってきたんですね。 これを証明しているのが、例えば、リクルートっていう会社があります。リクルートっていう会社は、この売れるコンセプトっていうのを作るのが、めちゃくちゃうまいから、営業とかが、本当に新人とか、全然営業の経験がない人であっても、もうすでにお客様が欲しいものがあるっていう状態なので、すぐに売れる状態。そういうふうな状態を作ることができるんですよね。だから、今日の話をしっかりとあなたが聞き込んでおけば、ビジネスにおいてですね、悩んでいること、例えば、商品が売れないだとか、資金繰りが大変だとか、集客ができないとか、この問題が全部解決するんですね。 多くの会社が一番問題だと思っていること、一番難しいと考えてることが売り上げを上げることなんですけども、この売り上げを上げるためには、この多くの人が気づいていない売れるコンセプト、企画力があればですね、本当にそこが楽になる。ので、この話を最後に、最後まで聞いてほしいと思うんです。で、この企画力がどれぐらい大事かなぜ大事かっていう話なんですけども、考えてほしいんですけども、お金っていうのは何に支払われるのでしょうかってとこですね。 でこれを考えたときに最も重要なのがこのコアな企画でありストーリーなんです物語なんですねお金というものを考えるとですね銀行とかですね投資家とか資産家とかは素敵なプロジェクトとか何か面白そうだなって思うことがあったら乗りたいしコラボしたいしそこにお金を投じたいんですね でリターンも,もちろんん欲しいと思うわけなんですよ。だから、お金が余ってるので、素敵なプロジェクトがあれば、お金を預けて価値を生み出したいって本当に思ってるんですね。それが見つからなくてみんな困ってる。でまあ、その価値の生み出し方とか価値の構築の仕方っていうのは本当に様々あって、まあ、そこはね、僕の特別なビジネスコンサルとかでも受けてほしいんですけど、まあ、とにかくこの企画力、お金が集まる素敵なストーリーがあればですね、おあなたはお金に一生困ることはない、なくなります。 で、あなたの元に志の高い人とかをこう集結させて集めて、その人たちをついてこさせて、リーダーシップを発揮して、その人たちに命令して、その人たちを動かして、すごく短期間でいろんな目標を達成したりだとか、社会に大きなインパクトを与えるようなイベントをやったりだとか、そういうふうなプロジェクトを開始したりすることも可能になるんですね。その結果、あなたは重要人物と扱われるようになって、本当に人気者になって、もう毎日毎日、そう、あ、何々さん、 フェイスブックで言いましたとか、何々さん、どの子のつって、こう、もうみんなでチヤホヤされて、喜ばれて、で、感謝をされながら、しかもお金もね、ガンガン受け取ることができる。で、その結果、もちろん、そのお金が手に入るってことは、あなたはやりたいことに癒すって言えるし、やりたくないことにノーって言える。そういう自由が手に入るんですよね。自分自身を快適にするための投資。例えば、高級布団を買ったりだとか、まあ、いいベッドを買ったりだとか、あとはね、僕がこの間紹介した、ベネックスか、ベネックスっていう、あの、疲労を回復するような服。 買ったりだとかにもちろん新しい機械とかなんかスカイダイビングやりたいとかだったらスカイダイングもできるかもしれないし自分がこれまでやったことないことにチャレンジすることもできるんですよねそうだからこのコアなストーリー作りとかその物語作りっていうところに関してあの投資をしてそこにねスキルを磨いていくっていうことはすごく価値があることだと僕は思いますそうで本当にねこのウォルト・ディズニーさんっていうまあ 有名なね、ミキーマウスを作った人がいるんですけど、まあ、彼が本当に組織の中で最も大切な人間はストーリーテラーだって言ってるように、この人を興奮させてやる気にさせて刺激を与えてパワーを上げるストーリーですね。まあ、つまりそれが企画なわけなんですけども、これが作ることができて語ることができたら成功は本当に間違いないんですね。で、ここで問題なのがですね、何かっていうと多くの人はこのストーリーの語り方っていうのは本当に小手先でね、 なんかこう学ぼうとすするんですけどそこじゃないんですよそもそもその発想そのものが面白いかそもそもその企画そのものがこけてたらどんなにこう語り方がうまくても,も無駄なんですね正直まあそんな感じでもうコピーライターとして、うん、そのプロとしてね活動しだして今3年目なんですけど本当にビジネスセミナーのお客さんになって12年目 記事とか情報発信をし始めて7年目なんですけど、最近になってようやくこの商品作りの大事さっていうのが本当に身に染みて、やっと分かったって感じですね。これ多くの人は商品作り大事ですねとか、あだこうだって思ってると思うんですけど、マジで大事なんですよ。うん、もうこのね、商品作りが大事っていう話がみんな分かっていないっす。これがどれぐらい大事かっていうのが本当に分かってなくて、むちゃくちゃ大事なんですね。だから今日する話は本当にすごいです。 すごい話なんですね。だから、あの、最後まできちんと見てほしいと思いますし、あなたのビジネスにとってどう役に立つか、そしてどう使っていこうかっていうところにフォーカスをして、今日の話を聞いてほしいと思うんですね。で、その経営の神様って言われたピーター・ドラッカーさんが言ってたんですけども、この優秀なマーケティングはセリングを不要にするって言ってますけども、この販売を不要にするんですね。本当にいいマーケティングをすると。 で、そのいいマーケティングのコアな部分、一番大事な部分、核の部分、すごく中心的なこと、べ、うん、てに影響が、そのマーケティングの全てに影響が及ぼす、そういうふうな強力なものが、この売れる企画作りなんですね。で、これ今から本当に重要な話をするんで、今日はそんな売れる企画作りについて、初心者がすぐにそれを作れる。うん 本当にシンプルにまとめられたいい本があるのであなたにご紹介したいんですね。とにかくこれ本当一度は読んでおくことを強く強くお勧めします。お勧めしますし、その本を読んだ後に自分の商品とか自分が売ってるもの、売ろうとしてるものがどうかっていうのをぜひチェックしてほしいっていう本なんですね。もうこの本を読めばあなたの商品がなぜ売れないのかその理由がはっきりわかると思います。逆に言えば、 この本に書かれている要素が満たされているのであれば売れるってことなんですね。なんで、この本に書いてある要素に当てはめて、自分の商品、これをね、しっかりと確認、認識してほしいなって思うんですよね。で、この本を読むことでこう、どんな商品が売れるかわかる。売れる企画がどんなものかわかるっていうことは、この売れる商品とか売れる企画に対するこう嗅覚ですね。これが金が稼げそうとか、稼げなさそうっていうものがわかるんですね。 そうすることによってあなたはこけることがなくなる。失敗がなくなるんですよね。うん、ど,んどんどんどんビジネスを成功させていくことができる。そういうふうな状態に入れるっていうことなんですね。もう本当にこれが分かるようになれば一生お金に困ることはないんです。本当に誰にも支配されずに、誰にも気を使わずにもう嫌なやつに頭を下げるっていうことがなくなります。これが分かれば簡単にビジネスを作ることができるようになります。もうお金の力によって本当にね、いろんな可愛い女性ですよね。もう肌が白くて、 そうですね、なんかもう髪の毛が肩まであってもサラッサラでいい匂いしてる女性とねいろんなそう,いうしかも複数の女性とショートカットもいればそのセミロングもいて、うん、でなんかねなんかこうちょっとほっそりした子もいればグラマラスな胸がポイーント大きくて、うん、くびれがキュッとできててすごくこうお尻が暗算型の人とかそういうふうなもういろんなタイプの異性といろんな ロマンチックな夜っていうのを過ごすことも可能になりますよね。魅力的な人間だとも思われるようになりますし、本当に重要人物として尊敬されてビップ扱いになるんです。まあ、そんな重要な話なんですね。なんでこの本、今から紹介する本っていうのは必ず買って読んでほしいと思うんですけども。ってことで今日はどんな本を紹介するかっていうと、どうしたら売れるのか。 小暮太一さんのどう,しらどうしたら売れるのかっていう本なんです。この小暮太一さん、もう作家活動22年で出版経営としての12年のキャリアを持って、もう本当にね、出す本出す本出す本が普通1万部だったら OK というところが、この直近2年で言うと、もう平均7万部、そう、まあ普通の7倍の、えー、成績を上げてるってことですね。だからもう野球で言ったらもう7割、もなんだろう。 普通の人がだから1割ぐらいだったら、それが7割っていうことなんで、もう一度超えてるって感じなんですよね。それぐらい、とにかくすごいっていうことなんですよ。それが分かってほしいっていうことなんですね。本当に出版業界の第一線で、ずっと売れる企画、売れない企画っていうのと向き合ってきた、そういうふうな人なんです。で、その人がリクルートとか、その自分の出版活動とか、そういうふうなことを通してもう見えてきた、その、顧客目線のマーケティングの原理原則ですね。これが本当にシンプルに分かりやすく書かれてるんです。 だからもうこれ読んでほしいなって思うんですけども、本当にマーケティングの基本原理はですね、顧客心理を一番分かっている人が売れる、これだけなんですね。そうこので顧客心理っていうのはシンプルだけど、本当に奥が深い,深いんですね。僕自身もいつもリサーチしてますけど、これどこまで掘り下げても本当に新しい発見があるで。人間の心理を発見していく作業は本当にやりがいがあるし、楽しいんですね。 本当に僕、本当にこのコピーライターは文章化ではなくリサーチ化っという話があるんですけども、本当にこれが楽しいなっていつも思うんですけど、まあ、そのリサーチのやり方とかについてはまあ別のところでまた詳しく話していきたいんですけども、この売れる商品企画の作り方、マジで重要なんですね。このコピーがいかにうまくても、セールスがいかにうまくても、いくらマーケティングが本当に上手でいろんな人に広めることができても、商品自体がこけたら本当に売れないんです。マジで売れないんです。だからめっちゃ大事です。うん じゃどうすればいいのっていう話だと思うんですけども、その答えがこの本に書いてるんですね。本当にこの本ってシンプルだけど奥が深いんですね。じゃあこの本をどうやって活用していけばいいのかっていうことについてはですね、この下のリンクから、ね、飛べるブログの方にしっかりと書かせていただいたので、まあその本の内容とその本の内容をどういう風に活かすかっていう活用するか応用するか、そしてあなたがお金を手に入れて、自由を手に入れて自分の好きなことができるかっていうことについてはブログに書いてるので、 特にこの本を使う時にこのポイントを押さえとかないとこけるよっていうポイントも書いてるのでブログの方に飛んでいってみてください。で今日の話役に立ったなという人はぜひチャンネル登録をしておいてほしいですね。このチャンネル登録をしておいてくれたら、まあ、僕がね、今もう本当に最前線で実際現場で勉強している いろんな細かいことも発表しますしもちろんね原理原則とか人間の深層心理とか、まあ、コピーライターとしても最低限しておくことっていうのも発表していきますしあとは教育者としてですね人の信念をどうやって変えていくか人をどうやってコントロールするか自分自身のやる気をどうやって上げるかで心をどうやって軽くするかど,んなどうやって楽しく過ごすかっていうことについても話していきますのでぜひともねこのチャンネル登録をね、ね。ししいいててななっ思うう。んんでで、すよそこの企画力 本当にね大事なんですこの企画力さえあれば、本当にね、いいものを持ってるのに売れないっていう人が本当に多いんです。でもね、それを、この企画力を身につけて、ちょっとね、見せる角度を変えるだけで、売れたりやっぱりするんですよね。だからこの本は必ず読んでほしいと思いますし、ブログの方もチェックしてほしいと思います。で、まあ、今日はね、このね、ブログを、ブログじゃないや、動画を見てくれてる人だけにちょ、特別なプレゼントがあります。で、これ限定10名なんですけど、 何かっていうとビジネスコンサルをやりたいと思います。で、このね、売れる企画とか、そういう風な相談に乗ります。ただね、ちょっとね、好きなことでね、仕事をしたいとか、そのなんか魂が響くね、仕事を見つけたいっていう方のコンサルではなくて、本当にお金とか稼ぎ方とか、そういう風なもうビジネスに特化したちょっとコンサルにしたいんですね。で、普段、えー、僕がいくらぐらいでコンサルしてたかっていうと、本当に安いんですけど、1時間で7万円です。1時間で7万円。 なったんですけど、今回は、ま、あ本当に年末で、あの、僕自身もちょっと、今ね、ちょっとショックなことがあって、まあ、そのショックなことは、その電話の中でお話しするんですけど、うん、そのショックなことがあったんで、ちょっと、たくさんの人と、まあ、限定10名って言ったらたくさんの人じゃないですね。なんて言うんだろう。うん、まあ、いいや、たくさんの人と、あの、 たくさんの人の現実を知りたいなって思うんですよね。で、限定10名ですけど、10名でやって、まあ足りなかったらもっと増やすかもしれないですけど、まあとにかく限定10名と、とりあえず考えてる。で、あの、1700円ですね。これで、えー、あなたにコンサルをしたいと思います。で、今ね、2017年の12月、今日は11日なんですね。1日前に撮ってるので。で、に、そのね、えー、このコンサルを募集します。で、この募集期間っていうのは多分1週間以内に、 終わりますし,もし、もしかしたらあなたがね、えー、この動画を見て、募集した頃には埋まってるかもしれないんですけど、もし本当に興味があるんだったら、えー、下のね、Facebook から僕に連絡ください。で、えー、ビジネスコンサル興味ありんすって言って、あの連絡してくれたら、えー、僕の方から連絡が行きますので,で、もし受付終了だったらもう本当に諦めてください。ってことで、えー、ビジネスコンサル1700円っていうことでやってますので、ぜひ、興味があればどうぞ。ってことで、うん。 また次回は、本当にね、あなたの心が軽くなる、そういうふな、えー、テクニックとかについても話していきますし、うん、どうやってね、売れる商品を作るか、そしてお金を手に入れるかということについても語っていきますので、また楽しみにしておいてください。ちょっとね、最後、締まりが悪くなりましたけど、まあ、人生本当に楽しんでほしいなって思います。いつも見てくれてありがとうございます。それじゃあまた会いましょう。バイチャ